まったく何を考えている。お前の独断専行、任務放棄、どれも孫悟のためにならない行いだぞ。頭を冷やして猛省するがいい。何をしているのですか。軍旗を乱し、わがままに振る舞う獣など孫悟には不要です。その態度、改めておきなさい。この戦でのお前の立ち居振る舞いは孫悟の勇士として恥ずべきものだった。次の戦ではこんな無様は晒すなよ。いいや。ねえ、ちょっと、あなたはもう少し真面目に戦ってよね。そんな好き勝手なことばっかりしてると私も怒るわよ。俺は愚か者を仲間とした覚えはない。なんだお前のその有様は。己を示したいのであれば、まずはなすべきをなしてからにせよ。貴様、この戦何をしていた。任務に就くこともせず気ままにふらつきおって、腹立たしい、切られたいか。あの戦いようは何だ。落ち葉を離れ、任務を投げ出してまで得るべきものがあるとでも言うのか。頭を冷やせ。おめえ、やる気ねえんなら俺んとこ抜けろや。やることやらねえでほっつき回ってるだけなら、そこらの小僧と変わらねえんだよ。このバカ者、お主一人の勝手がどれだけ皆の足を引っ張るか考えておらんのか。軍に参じているということの意味、よく考えよう。お前、やる気ねえのか。自分の仲間を怒ったりしたくねえけどよ、さすがに好き勝手に遊んでるだけのやつには腹立ちません。勝手はいけません。私たちにはやるべきお仕事や持ち場があります。なのにどうしてあなたはそれを守らないんですか。ちょっと、なんでちゃんとお仕事しないでどこか行ったりするの。私本当に怒ってるんだからね。身勝手は許さん。反省しろ。ふざけんなよ。俺たちは天下かけて戦ってんだぜ。任務放棄とか独断行動とか好き勝手されちゃやってらんないっつうの。